こんにちはーす。中までたっぷりチェーです。バネの最小技、ゴッドフェニックスバードストリーム。重ね合わせ系ステージですね。新種陳種系のあれなんですけど、これを叩くときっとわかるんでしょう。じゃあ参りましょう。お、すげえ、広がった。これ持たないとどうなるんだろうね、バネを。ちょっと試してみましょうね。叩けなかった。お、着地と同時にブワって広がるんだな。すげえ。バネがどんどん横にバネバネしてますね。気持ちいいな、なんか。いいっすね。そっか、こういう広げ方があるんだな、バネのな。影分身。ブルーバーストフォーメーション。タイトルがいちいちかっこいいな。ブルーバーストフォーメーション。さっきのコースを、中身を変えてきたんですね。お、すげえ。あ、すげえ。広がる。あ、かわいい。かわいい。なるほどね。ピカーって光りましたね。青くなりましたね。なるほど、なるほど。ヨッシーの登場シーンがかっこいい。うん。お、でもヨッシーは複数体出てこれないから。お、ふわってなんかこう、弾け飛びましたね。すげえ。ヨッシーは2体までなんですもんね。てん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 に合わせたかったけどちょっと無理だ。難しかった。ボム兵の最終奥義、最終奥義ストイックボンバー、かっけえ。タイトルがいちいちかっけえ。俺好みだ、ストイックボンバー。これでも結構むずくね、叩くの。うわわわ、これクッパかわいそうだな。めちゃめちゃクッパかわいそうだ。ざまあねえな。なるほどね。そうか、こうなったか。ではこちらのコースいきましょう。壁キックの王になれ。あー、おっと、そういうことか。これか。ターン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 、上行きすぎるとダメなんじゃないのと思ったんだけど、これ入っていいんですね。中間。おう。裏面入りました。最初はちょっとスピードが遅いから、クルーンしてあげないと。お、かわいい。とても無害な。おおおお。急に左行かないで。あ、死ぬ。からやり直して、でっかい状態でスタートして、一回食らっても大丈夫にすると。大体こういう時にでも成功するんだよね。はい、しませんでした。やってよかったです。さあ、次行きましょう。ゴールだ。はい、お疲れ。こんなんじゃ壁キックの王とは言えねえな。スピラン1。あ、なるほど。ちょっと簡単になったバージョンだ。なるほど。あ、ほ、ちょっと簡単になってますね。こういって、こういって、ここをスルーして、くるんくるんといって、入って。あ、これ、大丈夫。あ、今度は下行っていいんだ。ちょっと調整入れてあげないと、同じだ。あ、三段ジャンプじゃなかったから。赤コインが取れませんでしたね。これまずいんじゃね？これ結構難しいぞ。お、オッケー。お、赤コイン取れないとやばいかな。やばいよな。お、待て。あー、ええ、赤コインもう一個どこ。赤コインを探せ。あった、上にあったんだ。
気づかなかった。とっとっとこんなもんかな。2のサンガリア届く。 OK、 これで鍵ゲットですね。あとは死なないように、これフラグじゃない。はっ、 OK、 怖え。これで危ねえ、今ちょっと怪しかったぞ。投げて入って、まだ続く、残り10秒。三段ジャンプだろ、危ねえ。あーでも伝っちゃった。回るか。3、2、1。これは勝ちゲーかな。4、3、2、1。 OK、 ジンベエザメ親分かな、初のスピードラン。1、2、3、マリア。ほんとこれ叩いて1、2、3。危ねえ、死にかけた今スピンで倒して、しゃがんでスピンしてなー、こうだな、かぶります、こうだな。これは取られるようですね。で、うわー、ちょちょちょ流れが分かってしまえば。ちょっとロスターどころじゃないな、かなりロスター。うわ、なるほど、こうなってこうなってキャンセルして1、2、3ガリ、あーじゃなくても大丈夫あ、ショートカットできる、しないけど。あー食らった。1、2の3ガリア、ほい、スピンスピンスピン。結構難しいねこれね結構死んでます。1、2、3ガリア。でも秘策思いついちゃった、ウルトラシーよ、お見せしましょう。1、2、3、4、5。OK。あ、1秒遅いですね。まあ大丈夫でしょう。時間に余裕はあるステージなんでね。トンとぶつかって、キャンセル。猫パンチマジ厄介。1、2、危ねえ、溶けた。今、ほい。これさ、投げて投げて、ここ投げないで、下に落として、バカ野郎入っちまったじゃねえかトゲの下に落としたかったんだけどな。こっちあるんかい開いてるじゃねえか。ファイヤーパックンヘアール600分の1。こっちはツイッターでいただいたコースです。3月の16日ですね。わーお、わーお、わーお、ほっ、あー立ちた、こうだな、よし。ルートが分かんないんですけど、待って待って、ルート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 ください。どこ、ルートが分かんない。よし抜けた、ほいほいほい、うわうわうわ、ここのスピンで降りなきゃダメなのか。よし分かってきたな、分かってきた。 OK、 これ踏んで、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 わーい、オッケー。ハラハラドキドキ20秒スピラン。1、2、3、マリア。2、
はい、スピンスピンスピン。1、2、3ガリア。スピンして、スピンして、キノコ取って、ドン、食らって、左入った危ねえ12秒。ちょっと遅いんじゃねえの？これはただのジャンプだな。2、OK。トンと来て、トンと来て。あ、開いてんじゃん、よく見たら。最初めっちゃむずいんだけど。よいしょ。あ、ちょっと遅いかな。まあ13秒だけど、ちょっと遅い。もうギリギリ踏む。はい。はい。1、2、3バリア。OK。踏んで、右に入って、残り3秒。もう1、2アクションありそう。お、OK ですね。なかったですね。OK。画面外で上、おは左を押すと、マリオは突然の死に襲われる。死んだ、ほんとだ。今上ボタン押してみました。じゃあ次左。うん、死にますね。じゃあ、下を選択してみましょうか。あ、下だと死なない。でもこう、しゃがむ音とかは、あ、そうか、聞こえねえか。右は？うん？ジャンプしても大丈夫。でも左上押すとダメだね。一番右に寄って、ジャンプ。壁に当たってる音がする。あ、上に上がってたんだ。へぇー。上左を押しちゃいけないのに、ジャンプは大丈夫なんだね。謎いですね。じゃあ今日はこれで終わりましょう。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではまた別の動画でお会いしましょう。アディオスアミーゴー。